バファローズ対北海道日本ハムファイターズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの先発金西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。初球は何で来るか。インサイド落ちました。改めてお聞きします、バッターボックスの亀井、どういうバッターなんでしょうか？パワーとテクニックを兼ね備えた頼りになるバッターですね。そうですか。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている太田。ヒットでランナーを1塁に置いています。変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。インサイド落ちました。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。引っ張った。クリーンナップが登場します。バッター山川。ファイターズダブルプレーでランナーなくなりました。マウンド上のピッチャーは金子、そしてキャッチャーインサイド落ちました。インサイド落ちました。さあ3球目は何か。ボールになります。打ちました。さあこれからファイターズが守備につきます。亀井が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている長谷川。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。バッターは3番の坂本。ツーアウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですがわずか2球でツーアウトになる。インサイド落ちました。2回になります。ファイターズの攻撃、バッターは DH 松田。バファローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。打ちました。5番バッター渡辺。金子まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。打ちました。バッターボックス大山。ツーアウトランナーありません。この回の金子3球でアウト。効率のいいピッチングです。そうですね、理想的なピッチングだと思います。バッターは7番に入っている小林。ヒットでランナーを1塁に置いています。まず何を投げてくるか。大きな変化球持ってきました。これはバファローズの攻撃。2回の裏、さあバファローズこの回は4番から始まります。バッターは中村。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。ここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。ちょっと振り遅れましたね。ボールになります。バッターボックスには指名打者のグラシアル。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インサイド打った。
バッターは6番吉田。ツーアウトランナーありません。初球から打っていった。3回の表ファイターズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは上里。バファローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。バッターボックスには代打の柳田。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね、大きな意味がありますからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。インサイド打った。さあそしてバッターボックスには源田が入っています。怖いバッターが続きますね。さあアウトカウントが1つ増えましたが、ピンチは続きます。踏ん張るところですからね、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。今度も同じボールを持ってきました。審判の手は上がらない。ボール、わずかに外れています。次が4球目。いやー、ヒヤッとしましたね。そうですね。変化球打った。ここはボール気味のインハイストレートを投げれば空振りでしょう。なるほど。小宮山さん、三振を狙うためにはどういった配球になりますか。ストライクからボールになる変化球に手を出してもらわないと困るので、そういうボールしかないと思います。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。低めのボール打っていった。さあそして打席には亀井が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここまでしっかりゼロで抑えてきてますから、ここも大丈夫でしょう。なるほど、そうですよね。ボールです。変化球打った。ここでファイターズ守備を変えてきました。これから3回の裏、7番から始まるバファローズの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは浅村。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える。さあここでバファローズ代走を送ります。バントしました。一塁方向、いいバントになりました。さあそしてバッターボックスには中田が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたが、チャンスが続きます。もうここで決めてしまいたいですね。なるほど。ここで申告敬遠を選択。勝負しません。バッターは一塁に向かいます。さあそして打席には小林が入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。バッターボックスには代打の丸。バッターにランナーが出て満塁となっています。初球空振りです。次が2球目。外2球続きました。これで連続の空振りになりました。インサイド打った。一塁アウト。これで3アウト。